シュロイメアンスキーは、ベラルーシ出身のイディッシュ語作家、劇作家であり、イディッシュ民族学者。本名は、シュロイメ・ザインベル・ラパポルト・シュロイム、セインウェル・ラパポート。民話に興味を持ち続け、民族学者として、極めて活発な活動を展開。また、生涯を通じて、社会主義者を通し、ロシアのユダヤ系市民のための社会主義活動を行った。ロシア議会の代議士でもあり、第一次世界大戦中には、ユダヤ人亡命者を助け、また、文化同盟の設立や、ビルナに民族史博物館を創設したりした。彼は、ナロードニキの側にあり、民衆的で民族的なものの幅広い収集を試みた。ユダヤ教徒の伝承について、理論的な考察を試みたが、これは、ロシアフォルマリストの影響がある。ギンズブルク男爵家と、ハプスブルク家のユダヤ歴史民族史協会の支援を受け、ガリチア、ポドリア、ボリーニア、ウクライナなどの諸地方のシュテットルの文化を収集、記録、分析し、伝統の瓦解と消滅を防ぐため、ユダヤ民族支店を開いた。このように、外部からの様々な影響を受けながら、イディッシュ民族学が進んでいった。ロシア革命後はロシアを去り、ポーランドで死去した。1916年にサイモン・ダブナオの新聞に掲載された。代表作のディブック・ザ・ディブックは、民話に題材を取った戯曲であり、現在はイディッシュ語演劇で最も多く上演される戯曲となっている。ありがとうございます。